おっそっす、ちはやです。マリオメーカーやっていきましょう。おっと、ずれてしまった。あ、オッケー、大丈夫ですね。バグ80個くらい。これ80個バグがあるコースってことですよね、多分ね。参りましょう。この顔文字よ。マジ ?80 個って言ってるこの顔文字よ。左も、あ、ちょっと待ってね。アイス、これ左なんだろうね。あ、まず1個目な、まず1個目。2個目、はい。ここは死なないかな。あ、いやいやいや、普通に死んだわ。ここは、あ、ここも死にますね。このバグは何のバグだろうね。あ、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 わかったわかった。これ本当はマグマなのに、多分一通があるせいで、この一方通行があるせいで、ここにパウがあるから、ほら。本来だったらないはずの床があります。で、これが3個目かな。これが4つ目ですかね。浮いてますよ的なね。これは何だろうね。あ、マリオ微振動してんな。鼻がプルプルしてる。多分動画だとちょっとわからないと思うんですけど、自分の視線だとブルブルしてる。4、5でいいのかな。で、6ですかね。7、8、9。さだまさし、モテる。これが10、11？ ん？これはなんだ？何バグだ？あ、あれか、P 踏むと花ちゃんなんかあったかな？ 13？ あ、ちょっと踏んでみましょうか。あ、これ花ちゃんのやつも多分バグだったんですね。14。うわぁ！でもって、そう、ここに隠れてるってやつが15ですよね。まあ入れればいい。下行きますよ。お、これは土管の裏に一通が隠れてますよバグですね、多分ね。一応入ることができないことを確認し、16、17、これはよく見るやつですね。18、はいはい。一応上確認するか。なんもないですね。18、はい。19、20、21、ね、もういっぱいあった、いっぱいあった、いっぱいあった。あ、裏から見えなくなりますよやつですね。多分20、これが8、9ぐらいですかね。これなんだろうね。うおー、裏に隠れてますよか。30、はい。でも先にキノコ判定があるんですね。普通に入ります。多分30個くらいの。あー、これはでもスピンできるところが確かあるんすよ。そうなんすよ、あるんすよ。はい。ほ、あ、ダメだ。あ、でもこれ普通にいけんじゃん。30。おー、ドッスンがすごい、ズドンってなったね、今。これは31、2、3かなー。31、2、3。パウゲットできますよ。かぶれますよ。かぶれますよ。3。あ、これか、これか。なるほど、なるほど。35くらい？右のやつもなんか、おー、36かな。あぶね、落ちる。セーフ。おー、こっちですね。37、8。当たんないやつよ。39。おー、取れる。40。あ、裏にピンクコイン隠れてますね。あー、うーん、なるほど、なるほど。でもこれ取れなくね？ T 押しがいないと。41、42くらい？えぐいな、これ。これ当たるんかな？あ、当たらないですね。当たり判定は。まあ、土管と土管のところにね、あれしてるかな。これ大量にあるやつだろ。おー、やっぱりだ。33かな。で、これが乗れないやつですかね。33じゃ40くらいですかね、今ね。もうなんか、数が分かんなくなってきた。あ、素直にこれはこっちなんですね。もう数が分かんないけど、これ80個足りてるんかね。シュールだな。あ、今若干見ますね。これ踏めますよと。P スイッチ隠れてますよと。これ何のバグなんですかね。あ、物が消えるか。なるほど。多分今、40後半くらいかな。キノコが重なってる。そう、大丈夫。死なないよと。あ、時間かかる。でもこれ一番下まで行っちゃうと多分死ぬんでしょうね。挟まれて。多分50くらい。あ、まずいかな？これ、大丈夫かな？あ、よかったよかった。普通にいけたわ。OK？
多分今55班くらい。キノコが？じゃあピースじゃね。これは、判定が、ノリ判定がありませんようだね。右下のやつはなんだろうね。はい、ドア入りました。本当に80個くらいありそうだな。本当に80ありそう。まだ続いてるもんだって。あー、でも80なかったんじゃないかな。どうなんでしょうね。俺が気づいてないバグもあったと思うんで、まあほぼ80個近くはあったと思うんですけど、ほぼ基地なバグでしたね。ペキュリアーパネーズオブオードハウス。ペキュリアで合ってんのかな、読み方はわかりませんが、しかも全然わかりませんが、訳が。え、全く鍵の要素がないというに、どうやって、あー、ここだ、ここだな。オッケー、そういうことね。あります？そんなところ。ここか、あれ、あ、左もあるね。これは上に上がれでいいのか。いや違うよね、バネがないと上上がれないから。右も左も同じ。でもさ、あ、待って、一回戻れかなこれ。そしたらある、あ、ない、ん、31になってとかあります？お、ないよね。あ、違う、32だ、よく見たら32だな。右壁の32だ。でもそんなとこなくない？ない。あ、ここだ、あった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 、これだこれだこれだ、ここにあるんだ。はい、よし、これ思わずゲットしちゃうパターンもありそうですね。あったよみたいな。これ1個前に戻らせたのはどういう条件なんだろうな。で、さらにこれを見つけろと。21になってるのはここか、ここだな、ここですね。 OK、 はいはいはい、と。これ大丈夫かな、バネ持っていかなくて大丈夫か。大丈夫そうでした。これ入っていいんですね。待ってね、状況見よう。22、この下だね、ちょうど。待って、でもちゃんと見てこなかった、ミスター。こことここかな。ブブーンになっちゃう。バネが必要じゃん。あ、待った、なるほど、これで確保しろなのね。なるほど、そっちがあったか。大元の方を取らせるっていうあれがなかったな、発想は。これは前のエリアに戻んなきゃいけないっすよね。このブロックの下だ、ここだ。OK、 鍵ゲットしました。しょい、中間。これは普通に入っちゃっていいですかね。これでも一個前に戻り、ボス戦まさかの。なんか降ってきます？でーん、でけ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 。あ、そういうことか。ここだ。ほい。これ、左右対称の、ほい、部屋になってる。よく見たら。ほい。で？あ、そっか。ここに入れるようになるのか。さあ、また新たなエリアへ。これ入らなきゃダメ。でも入れませんよと。でも一瞬見えた、ここですね。あれ？ちょっと待ってね。一瞬見えるから、それをしっかりと。ですよね、ですよね。あれー。わかった。で、うわぁ、出しね、危ねえ。おい、なんかいっぱいあんじゃん。いっぱいあったんだな。そういうことだったのか。あ、なるほど、リサイクルになってたのね。透明で隠れてたか。なるほどな。いいの？あ、いや、いけないわ。
違うか。これは、左だな。あるんだな。ツタ終わり。ここだ、あった。あー、よかったー。これ相当暗記力が必要になってきますね。オッケー、これで入れると。さあ、鍵ドア開けた。3分の1がまだまだ続くのね。よいしょ。で、突破しなきゃいけないのがこれ、段差ブロック右に壁。段差ブロック右に壁？あれか。段差ブロック、あーでも待って、あーいいのか。え、ここ、あ待って、じゃあ先にバネを見つけなきゃいけないのかな。じゃあバネ先かな。ブロック、どっか隙間、あれだな、入れるとこがあるな。これはこのブロックはもうおっと食らっちまった。一応ファイヤー状態をキープしつつ、はいはいはい、ここだね。ブロックブロック、ここかな。ブロックブロック、ここか。オッケー、で持って、でここにあるはずなんだが、オッケー、ありました。さあ、あとは死なないように、こう、あ、危ねえ、結構ギリ、よし、これでパウでズドンやって、あ、クッパ倒さなくていいのか。鍵じゃなくてバネいるか。あ、じゃあバネが必要だったのね。一応持ってくわ。あは、そんな、おっつ、よいしょ、よしよし、これ間違えて下の方入っちゃったら積むじゃん。うわーい、お疲れ様でした。はい、天プラス HR では、本日のラストいきましょう。タスジャンを一回決めるだけ。ニューマリの方のタスですね。若干出が遅いやつか。あー、今のは早いのか、早いのか。いやー、これでも早いですか、マジですか。よし来た、よいしょ、いい、多分7回目くらいかな。ニューマリのタスはやっぱり難易度が高い。動画最後まで見てくれてありがとう。時間がある方はぜひ別の動画も覗いてみてください。せーの、チャオー。